おまけやからほんまどのくらいまで歩くか二分からん。人とも、また明日。待てよ、朝倉。ち、なんだ。あからさまに嫌そうだな、おい。ちょっと付き合えよ。断る。なあ、いいから来いよ。大事な話なんだよ。くだらん話なら許さんぞ。俺。いいから飲めよ。もしかしてコーヒーはブラックしか受け付けないとか、そういう気取ったタイプか。言ったはずだぞ、慣れ合うつもりはない。お前さ、ゲットのことどう思う？ま、聞くまでもないか。ダメダメだって思ってんだろ。人々のためにとか言ってるけどさ、実際やってることは掃除やら荷物運びやら雑用ばっか。それで生徒会や風紀委員会よりも生徒の信頼を勝ち取ろうなんて、ま、厳しいよな。こっちが必死で働いても信じてほしい連中からは色物扱い。やっと開けた講演会もあのざまだ。そこまで分かっていながらなぜ貴様は。俺はさ、楽しいことが好きだ。何？マウンテンバイクに乗るのも楽しいし、女の子と遊ぶのも楽しい。でも、一番楽しいのは、ルル様と働いてる時なんだよね。その行動が無意味だとしてもか。いいんだよ、そういうのは。頑張ったからって全部報われるほど、世の中シンプルじゃないだろ。あ、でも勘違いするなよ。諦めてるわけじゃないからな。貴様の話は要領を得んな。変な言い方かもしれないけど、俺と田中にとってルル様は母親みたいなもんなんだよ。母ちゃんが喜べば子供も嬉しいだろ。だから俺たちはルル様を喜ばすために全力で頑張るのさ。貴様らはルル様のサポートプログラムだ。そういう風に作られているに過ぎん。でもよ、今の俺らってバグってるんだろ。それでもルル様のことを大切に思えるって、やっぱり絆ってやつがあるんじゃねえかな。くせえこと言っちまった。やっぱこういうセリフはルル様じゃないと様にならないな。それで貴様はなぜ私にそんな話をする？とぼけるなよ。お前だってルル様のこと大切に思ってるんだろ。じゃなきゃゲットに入ったりしないもんな。上位プログラムに忠誠心を持つのは当然のことだ。私は貴様らのように壊れているわけではない。男のツンデレはキモいぞ。今ここで消されたいのか？怒んなって。俺は朝倉に期待してんだぜ。うまくゲットを盛り立ててくれるんじゃないかってさ。俺と田中ってルル様可愛さにイエスマンだろ。でもお前は口答えするし、クッソ生意気。バカにしているのか？だから違うって。そういうやつだからルル様にとってもいい刺激になるってこと。それに俺って意外と仲間としてもお前のこと気に入ってるんだぜ。田中はわかんねえけど。やはりくだらん話だったな。時間を無駄にした。またまた。そう思うなら途中で帰ることもできたろ。本当に帰っちゃうのかよ。まああれだ、これからもよろしくってことだよ、朝倉。Thank you.
私にも母がいると仮定したならば。くっ、何を考えているのだ私は。心配だ、心配だ。みっともないぞ佐藤、少しは落ち着け。田中だってさっきから貧乏ゆすりすげえじゃん、自信かと思ったわ。それに引き換え君は相変わらずクールやね。ルル様は大丈夫かな、一人で野獣の群れに飛び込むとか。あー、神龍で田中みたいにハゲちまう。うるさいぞバカ者。風紀院の部隊はどこに待機している？あ？ああ、そういや聞いてないよな。ターゲットがバラバラの方向へ逃げた時に備え、我々とは別の場所に配置されているらしいが。瀬川以外の風紀委員と一度でも顔を合わせたか？昨日の今日で作戦実行だろ？そんな暇ねえって。くそ、やられた。うわ、なんだよあいつ、つか足早いな。おい、ボケっとするな、追うぞ。ルル様。なんだてめえ。朝倉、お前勝手に。な、おのれ、貴様らルル様に何をしている。おいおい、こいつら噂のルル様教団の信者か。マジでルル様って呼んでんだ。そういうプレイで信者集めてんの。この子ちょっと頭おかしいみたいだしな。ここに入ってきた時なんて言ってたっけ。ああ、俺らが迷ってるとか正しき方向へ導くとか意味わかんねえけど。そうそう、だからルルちゃんの体で天国に導いてもらおうって話になったんだよな。てめえ、いかん、よせ。Yeah!
調子に乗りやがってやってやる。おい、やめて。刃物か、面白い。刺してみる。なめやがって。どうした、それではかすり傷もつけられんぞ。うるせんだよ。離せよ。私は刺してみろと言ったはずだが、刃渡りの短いナイフを切りつけるのに向かん。この方が効率よくダメージを与えられる。さらにこうしてかき回すようにすれば、傷口がズタズタになって塞がりにくくなる。痛い。許して、やめてくれ。誰か助けてくれ。やめろ朝倉。シャレになってねえぞバカ。無能男が私に気安く触れるな。イリック、おい、今のうちに逃げろ。逃がすものか。やめなさい朝倉。あ、ルル様、なぜ止めるのです。このようなゲスどもに慈悲など。この愚か者め、やりすぎだぜ。黙れ。貴様らこそルル様があのような目にあったというのに何をしているのだ。風紀委員会の作戦、突入部隊、全て虚言だ。我々は罠にかけられたのだぞ。悔しくはないのか。悔しいに決まっている。だが貴様の取った行動は最悪の事態を引き起こすのだぞ。なんだと。どんな理由であれ、このような凄惨な暴力事件を引き起こしたとなれば、ゲットは潰される。貴様はルル様があの状況でも力を使って逃れようとしなかった理由をよく考えるべきだったのだ。そんな、ルル様、私はただ先ほどのあなたは人を傷つけるのを楽しんでいるよ。でもさ、朝倉が気づかなきゃ、ルル様は。風紀委員だ、全員動くな。あ、これはひどいな。あらあら、ゲットの皆さん、とんでもないことをしでかしてくれましたね。セガワ、よくも騙してくれたな。瀬川さん、まず、どうしてこんなこと。何の話？弱小組織が手柄を焦って風紀委員会の仕事に勝手に手を出した結果がこの惨状でしょ。ふざけんな。あら、どうやら抵抗の意思があるようですね。強制執行、拘束しろ。やめろよ、俺らは悪くねえ。ちゃんと話を聞いてくれよ。おとなしくしろ。ルル様に手荒な真似はするな。我々は抵抗する気などない。不良相手とはいえ、こんなむごいことをするような人たちの言うことなんて信じられると思いますの？念には念を、暴れられない程度に痛めつけて。
うるさいメス犬め。ただではすまんぞ。私に近づくな、虫けらども。朝倉、貴様狂ったのか。もういいだろ、それ以上暴れてどうすんだよ。神をも恐れぬ者どもめ、これを見ろ。貴様らが無礼を働いた相手が何者なのかを知れ。これはあなたの甘さが引き起こした事態だ。どこ行くんだよ朝倉。よせ佐藤、放っておけ。私まで壊れてしまったのか。怒んなって。俺は朝倉に期待してんだぜ。うまくゲットを盛り立ててくれるんじゃないかってさ。瀬川の意識はまだ戻らんらしいな。ああ、命が助かっただけ幸運とも言えないな。この先一生目を覚まさない可能性もあるらしい。しかしあの力、俺には未だに信じられん。その話をするのはやめておいた方がいい。駆動員の連中が事件ごともみ消そうと躍起になっているからな。俺たちのような兵隊風情が関わるべきではないということか。何にせよゲットはもうおしまいだろう。これから開かれる会議で正式に解散を命じられ。どうした、急に立ち止まって。おい、あれはなんだ。これはゲットのために。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 ごめんなアジキ、俺があの時もっと注意してればこんなことにはならなかったかもしれないのに。私の考えが甘かったのです。ルル様は悪くねえよ。くそっ、汚い手ではめやがって。佐藤、やめろ。今さら言ってもしょうがないことだ。くそっ。朝倉はどこへ行ってしまったのでしょうか。やつのことが気になりますか。あの時朝倉は親に捨てられた子供のような顔をしていました。彼は私を助けようと必死だった。なのに傷つけてしまったのです。ルル様が大変な時にいなくなりやがって。会議が始まったら俺からもう一度会長に処分を考え直してもらえるよう頼んでみるよ。遠山さん、ありがとうございます。
それにしても遅くはないか。もう時間だぞ。まだ我々しか来ていないというのはさすがに。時間に厳しい生徒会の方々が珍しいですね。それどころではないからですよ。うわっ、桜、お前今までどこに行ってたんだよ。桜、また会えてよかった。私はあなたに謝らなければ。謝る？何を謝るのです？それより私を褒めてください。もうすぐこの学園は、いえ世界のすべてがあなたのものになります。なんだ、火事か？なんだこの悲鳴は。朝倉、貴様の仕業か。自分の目で確かめてみるんだな。ルル様、とにかくここから出ましょう。なんと、これではまるで暴動だ。ゲットのために。なんだよあいつら。生徒会のみんなは、病院のベッドで眠っているあのメス犬の力ですよ。半ば死体のようなもの、ハッキングするのは簡単です。まさか瀬川の精神干渉か。非常ベルの音が行動開始の合図だ。ゲットにあだなす者どもを排除しろと命令を出してある。もっとも、あとは洗脳が通用しなかった生徒会と風紀委員会の連中さえ潰してしまえばおしまいだがな。どうしてそんなことを。あなたのためですよ。この粛清によりゲットの邪魔をする者はいなくなる。お願いです、バカなことはやめてください。ああルル様、そんな悲しい顔をしないでください。すべてが終わればきっと喜んでくださるはず。この朝倉めが正しかったということに気づき、笑顔を見せてくれることでしょう、我が母よ。初めてだな、名前呼んでくれたのは。こんな時じゃなけりゃ嬉しかったんだろうな。何をしている佐藤、早く来い。俺行くわ。私は間違っていない。壊れてしまった私でも受け入れてくれるはずだ。ゲットのために。いよいよ覚悟を決めなきゃな。何弱音吐いてんのよ。兄さんたちが来るまで絶対に持ちこたえるんだから。水木さん、あなた
んは後援会の。ひどい怪我。兄さんや他のみんなは。会長、やられました。一般生徒に手は出せないと。そんな。それが会長が。エリさん、すまないと。申し訳ある。自分には。おい、しっかりしろ。起きろ。くそ、こんな。俺たちは何のために今まで。くそ、しっかりしろ。水木、突破口を開いて逃げるぞ。んだよ。人に弱音吐くなって言っといて。なんだよそりゃ。生き延びるんだ一緒に。こんな終わり方なのかよ。くそー。おやめなさい。アジキ、富山、大丈夫か？遅れて悪い。お前らも無事だったのか。よかった。ここは私たちが食い止めます。今のうちに逃げてください。でもそれじゃあお前らが。大丈夫です。彼らは私たちには攻撃してきません。ですがこの力はそう長く持たない。早く。わかった。おい水木、行くぞ。ゲット水木。ああ、水木さん。水木、なぜルル様を攻撃する。やめてくれ。違うんだ。死ね死ね死ね。悪意が、憎しみが流れ込んでくる。落ち着け。やめるんだ水木。しぶとい男だな。朝倉、なぜ攻撃してこない。気が変わった。その男はルル様のお気に入りだ。生かしておいてやってもいい。ただし条件がある。その女を殺し、ルル様への忠誠を誓え。そんなことさせる必要があるんだよ。ルル様に危害を加えようとしたのだぞ。敵を生かしておく理由はないだろう。こんなことをして本当にルル様が喜ぶと思っているのか。当然だ。ルル様はきっと私を褒めてくれる。愛に満ちた笑顔を私に向けてくれるだろう。ならばなぜ貴様は泣いているんだ。
何？なんだ？これは。バカな。この私が。なんだよ。泣きてえのはこっちだっつうのは。貴様のルル様に対する思いは純粋すぎた。だからこそ簡単に歪んでしまったのだ。何もかも遅すぎる。私は壊れてしまった。この世界まで壊してしまった。お前は壊れてなんかねえよ。ルル様を思う気持ちが誰よりも強かっただけだ。そうだろ。私には貴様を許すことができん。だがたとえ世界中が敵に回ってもルル様だけは貴様を許すだろう。ありが。朝倉！じゃねえか。あら、こういうのは嫌い？お前誰だ？誰をお前呼ばわりしてるのよ、虫けら。どうしちまったんだよ、はじき。これは嘘だ。こんなのルル様じゃねえよ。下僕の分際でピーピーうるさいわね。もういらないか。ルル様、何を。すげえ力。ご苦労様でした。私が随分とお世話になってたわね。お礼しないとね。アジキを、本物のアジキを返せ。わめかない、わめかない。気持ちよくしてあげるから。やめろ、やめろ。自分だけの箱の中で幸せに暮らしなさい。あら、
そういえばあなたもいたわね。感謝するわ。私が目覚めたのはそのコテのおかげよ。最高だった。あまたのハザードを倒し溜め込まれた悪意の味はってもう聞こえてない。かわいそうな子ね。あなたも箱の中で幸せになりなさい。かわいいね、なお。愛おしいわ。これって母性本能が刺激されてるのかしら。ルル様。あら、あなたまだ生きてたの。申し訳ありませんでした。あ、今さら謝られてもね。私は今この子たちを愛してあげるのに忙しいの。邪魔しないで、早く死んでちょうだい。いいわ、もっと愛したい。みんな、私が幸せにしてあげるわ。この世界を愛し終えたら次はどうしようかしら。そうだ、私を産んでくれた人たちも愛してあげないと。ルル様、きっとあなたも私にとって大切な存在なのでしょう。母さん。うるさい。ヘビーブローズの星。ロングスリーパー。できるShame is in my mind.
日12時間出勤すげえ12時間何しようかな何のために生きてるのかな自分だけせっかく地球のためシナリオマフィアカジタあ、カジタが考えたストーリーの救世主の本物豊か